皆さんご一年よう。今日の総務のお話ですけれども、えー、今日はですね、えー、私たちは何を誰を尊敬して生きるべきかというお話なんですね。<laughs> ものすごく漠然とした話ですけれども、えー、まあ考えてみますと私たちはみんな人間なんですけれども。 えー、人というのは極めて、えー、弱い生き物でありまして、えー、ライオンとかねゾウ、えー、とかそういう何か <laughs>、えー、あの物質的にね肉体的に非常に強い生き物は、えー、まあ堂々と生きていけるんですけども人間というのは本当にこの弱々しい体でできていて。 何かことがあるとたちまちに死んだり傷ついたりして生きていけなくなるというまあだからあの生命をずっと並べてみた時に人間というのは非常に弱い部類に入る生き物なんですね。でこの我々人間がそれでもこうやって地球上で生きていられるのはもうひとえに、えー、これは。 あお互いに力を合わせ協力してことに当たるといういわゆる集団行動ができるという点に、えー、もう唯一人類がここで、えー、まあ反映しているというのか生き残っている理由があるわけなんですねでもちろんその一番の理由はもう言葉です、えー、言語でお互いの意思や知識などを伝達し合えるそしてお互いに言葉で えーまあ、合図を送ることによって複雑な集団行動が可能になるというこういう言語を使った集団活動が人間のそのおこのなんていうか独自の、えー、活動を作っていったベースにあるわけなんですけれども、まあ、何が言いたいかと言いますとそういう我々は、まあ、あの集団としてのつながりなしには生きていけない生命体なんですね。 当然ながらその集団で活動するためにはその集団を統制する必要があってその統制する中心コア我々を導いてくれるものですね上に立つものどうしてもそういうものがこの社会の中に生まれてくるこれは私たちがもう社会性の中で生きる生物だということによる、まあ、本能ですね。 私たちは誰かに従ってて生きていきたいといいいいたたとう思いがいつもあるんです私たちを導いてくれるもの私たちの上に立って支持してくれるものそういうものを本質的に本能的に求める気持ちがあるんですね。でこれはまあただ単に何か養ってくれるとかあの食べ物を分けてくれるとかお金くださるとかそういう上から下への もうあのなんていうか、えー、物資の供給による情熱関係ではなくてですね簡単に言うと精神的支えをどうしても我々は求めるんですね私よりも優れた人がどこかにいるのではないかその人に頼ってその人の言葉を聞けば正しい生き方ができるのではないか正しい生き方っていうのはあのよりよく平穏で。 もっとと言うと自分の欲求が叶うような理想の世界がその人についていくことによって叶うのではないかというそういう期待希望をいつも我々は持つ傾向があるんですね。でこれはあの先ほど言いました人間がその社会的に組織としてつながりを持ってなければ生きていけない。 生物だという本来的なそのあり方に起因するものだと思います誰かの言うことを聞いて誰かに心の支えになってもらいたいと思いながら生きる姿はあまりライオンとかねあのカバとかそういう動物には見られないですねやはり人間というのはどうしても誰かの元に皆が集まってその教えに従って生きるその誰かを求めるということがいつもあるんですね でこれは全然問題のないことであって普通の世の中で日常で暮らせばあの人の言うことを聞けば間違いなかろうとかあの人の言うことには大変深い教えがあるからあの人を全面的に信頼していこうというような、えー、そういう、まあ、ある特定の個人を皆が崇拝するというそういうシステムができてくるのはごく自然のことで周りを見たってもうそんな話ばっかりですよね。 宗教界にしても政治にしても経済にしても皆何かカリスマ的な人を皆求めその下に集うと、まあ、悪く言えば群れるというそういう形が常にありますね。でただしですそれはあくまであくまで、えー、この世俗の我々が日常的に暮らしている世界の中で起こる自然現象なんですね。 で今私が皆様にご紹介しておりますこの仏教という宗教はもう何度も言っているように世俗的な価値観を離れるというところに本質的なその存在意義があるわけです。世俗の価値観を離れるるためにはどうするかということを解き示すのがこのお釈迦様の教えの本質ですわね。そうすると今私が申し上げてきましたような。 あのいわゆるその特定のカリスマ的な人物に集う群れるという形でのその集団組織の在り方もまた仏教の側から見れば世俗的な価値観ですからそれはもうみんな自然にそうなるわけなんだから社会全般がそうやって動いているということはこれが世俗的な価値観であるということですで。そそこをを離れれるるとなるとなじゃあ仏教を 信じるあるいは仏教で生きる人間にとってその自分を何んとかあ自分に正しい道を示してくれるその指導者つまり尊敬の対象は一体どうなるんだと。ね、特定の個人カリスマをあのに従うのでないとしたらそれじゃあ我々は一体どういう立場で、えー、自分の在り方を こう位置づけていく行ったらいいのかというそういう問題が当然出てくるわけなんですね簡単に言えば我々は特定の人物に従わないとするならば一体何に従って生きるべきなのかということなんですねで今日はそのお話なんですそれでその思いを実はブッダ自身が持ったということなんですねその迷いをねあの 疑念ですね、えー、どういうふうに私の人生で頼りになるものを見つけていったらいいのかという思いを持ったという話ですで、これ総合部のその続きのところにあるんですね、えー、ブッダの思いですこれはブッダがお釈迦様が悟りを開いた直後まだ菩提樹の下で悟りを開いてすぐ数日の間に考えたことだと言われていますこうなんですね誰も尊敬せず 誰にも従うことなく暮らすことは苦しい私は悟りへの道を正しく導いてくれる優れたシャモンあるいはバラモンを尊敬して暮らすべきだろうとこう考えたというんですねこれはお釈迦様のあ、あの前回までは あの天が出てきたり悪魔が出てきたりしてお釈迦様と対話するんだったんですがあの今回からこれ章が変わりまして第1週第6編に入りましてここではもう対話編が終わりまして、えー、ブッダ自身が様々に考えたことを述べるというそういう話になってますので、えー、全体のスタイルがね え前前回までとは変わっておりますのでちょっとそれをあの一言付け加えておきますがまあともかくここでお釈迦様はこんなふうに考えました。これね悟りを開いた後なのでお釈迦様は今までもう無我夢中で自分の苦しみを消すための道を自分で探し求め修行しそしてついにその道を見つけたというその段階ですからここでお釈迦様は完全に苦しみから離れてまあ言ってみればフリーな。 本当にに自自自在なる自由自在ななるる由心の状態に達したわけです言ってみるとあの山の上に登ってパッと視界が開けて下に雲海が広がってですねそして、えー、山のピーク頂上に立って世界を見渡しているというそういう状況になったわけですあの心理状態がね。さてそれで私はここで気が付いてみると一人でここにいるけれども人というのは 誰かを尊敬し誰かに従うというそういう思いがあって初めて安心して生きられるのだけれどもさて私はその今考えてみるとどこにもその従うべき人がいないんだと私が尊敬すべき人っていうのはいなくなってしまった山のてっぺんに一人でいますからだからなんとかそういう人を探そう私がこれからまあなんていうか つき従っていくべき人は一体誰なのであろうかということを考えたわけです。それで、えー、まず条件としては絶対に悟りへの道を正しく導いてくれる人、まあ、お釈迦様自身はもう今すでに悟ってますからお釈迦様を導いてくれる必要はないけれどもあの多くの人々を悟りの道へと導いてくれる人つまり正しい悟りの道が分かっている人というのが絶対条件ですね。 悟りと関係のない人ねあの経済界の大物とかね立派な政治家とかあのすまあ、す優れたなんか才能のある人とかそ,そういう人は立派かもしれませんがその人をお釈迦様が尊敬してついていくはずはないのであくまでお釈迦様の求めたその世界での達人でなければなりませんねだからこういう条件がつくそれでそういう人となると当然それは当時のインドでは 宗教家っていうのはシャモンかバラモンなんですねシャモンというのは自分で努力をして自分で独自の幸福への道を見つけ出していこうとするカッコバラバラで暮らしている独立宗教家という感じですねそれに対してバラモンっていうのはバラモン教という一つの世界の中で教えを守っている当時のインドの一番大元にある えーえー、か世界観を共有するバラモン教世界の人々というわけですねこっちは一つのまあ何て,、えー、ている一つの社会組織ですそういうもの、まあ、いずれにしても個人的独立独歩の宗教家かあるいは当時のインドのその、えーまあ、基本的な組織集団かどっちにしても これどっちも宗教家たちですね,ですねその中で私が尊敬すべき人は誰だろうかそういう人についてこれから生きていかねばならんとこう迷ったんですここで釈迦はねお釈迦様はそうじゃないだろうかと言って迷ったわけなんですねしかしということになってきてしかしお釈迦様は そう思って世界をずーっと見渡したんだけれども天魔、ま、人まあこれ言ってみれば、ま、生き物ですこの下に地獄とかガキとかあるけどこ,これはまあ尊敬の対象になりませんから尊敬すべきものとして天とか魔魔というのは悪魔だからよくないんだけども魔も一応神の世界の一部なので入れてあります。 天とかあとか人を含む全世界を見渡しても悟りへの道を正しく導いてくれるようなシャモン、バラモンですねシャモンあるいはバラモンは見当たらないいないんだとつまりシャモン、バラモンはいくらでもいるけれども 私が見つけたようなこの悟り絵の道を本当に理解している達人という私よりもさらに優れた悟り絵の道を理解し説き示している人はいないじゃないかとそこでですよここでこ,ここで仏教独自の何て言うか、えー、人に誰を尊敬するかどんなものを尊敬するかという尊敬の道筋が 仏教独自の立場で現れてきますそれが次の赤文字で書いたところでならば私は私が悟ったこの法だけを尊敬して生きるべきではないか法というのは難しい単語でいろんな言い方がありますが一番大事はやはりあ,のあるべき生き方あるべき生き方 それぞれの生き物のあるべき生き方正しい生き方であるでそこから意味が転じてその正しい生き方を我々に与えてくれる真理真実あるいはその正しい生き方を我々に教えてくれる教えという意味になってくるまあ言ってみれば法というのは仏教が我々に伝えたいと思っている一番大元のこの世のう あのえー、理でありますこの世のあるべきあり方あるべきあり方おかしいね私たちがそうあるべき姿を説き示すものこれが法だということですね。法話とかねやの,あるの法で,すでつまりもっと簡単に言うとお釈迦様が悟った悟りの内容と言ってもいいですね。 お釈迦様がお悟りになったその悟りの内容を尊敬して生きるべきではないかというここではっとねこれは大転換ですよ。特定の何者かに従ってそれをその何者かという生き物ですよ生き物の在り方を全面的に受け入れてそのあり方にも丸ごと自分を捧げていくという生き方じゃないんだと。 そういういいものののははないんだと、この世の中にはね。で、えー、我々が尊敬の対象とすべきもの我々が従うべき対象は生き物じゃないんだと人だとかね人間だとかそういう特定の生き物じゃなくてそのこの世の真理なんだとあの正しさなんだって悟りの内容なんだと。 それが我々の唯一です,ここが大事です唯一我々が従うべき対象なんだということなんですね。そうしますとね最後ですがこれを聞いた梵天さんがね、えー、それを聞きましておーっつって驚くわけですね。そして梵天からの賛同その通りですお釈迦様立派その通り過去の ブッダも未来のブッダもそして今いるあなた様も法だけを尊敬して生きるのですそれでいいんですとこう太鼓判をあの押してくれるよ,よくぞお気づきになったその通りってわけでですねそれがブッダの定めなのですブッダというものはそうそのあり方でしかいないんだと他のブッダたるものは絶対に それ以外の誰かに付き従ったり誰かを尊敬の対象とするのではなくて自分が発見し知ったこの世の真理この世の本当のあり方そしてその中で自分を正しく変えていくその道筋あの仏の修行の道ですねそれだけを唯一の尊敬の対象として生きていくのですとこういったわけです。 人は誰でも何か外にいるねこのなんて言うかあの血の通った血の通った我々と同じ立場にある生き物を尊敬の対象としその人についていきたいという思いがどうしても出てくるんですけれどもねでもそれは捨てようというんです仏教では。どんなに立派そうに見える人であっても生き物である以上はその生き物の中には どうししてももそのの正しさではないもの生き物が持つ煩悩が示すさまざまな悪しき要素も必ずどこかにあるんだからその人に全面的についていくということは結局は正しい本当の道からそれていくことになる。本当に我々が正しく生きようと思うならばその我々のよりどころは生き物ではなくって真理なんだと。 抽象的ではありますけれども抽象的ではありますけれどもそこに悪しき要素が含まれないようなそういう事柄を生きる支えとせよと尊敬の対象にせよということになってくるわけです。これは非常に厳しいんだけどもあの非近な例えで言いますとね あの素晴らしい発見をしたからといってその科学者に全面的に信頼してついていくというのは愚かな話ですなぜならばその科学者は真理は発見したかもしれませんがそれ以外の面ではさまざまなところで悪しき要素も多く持っているはずだからですこんな失礼な話言うんですよ例えばノーベル賞を取ったからといってその人があらゆる面で 完璧なな人間でであるはずがないですねそんななことはないですその中にはまあ,、まあ、<laughs> あの失礼なことになるといけませんからあのいろいろな人間性もあるでしょう。じゃあ我々がそのノーベル賞を取った方を尊敬するということの本当の意味は何かというとその人がノーベル賞を取るに至ったその発見した真理。 それは間違いなく我々が頼りとすべきものであってそれだけが本当に我々にとっての導き手になるんだということですね。でそれと同じことで、えー、あのいろんなことを語る人がいますけれども。 その人そのものを丸ごと信頼し誰々さんを私の指導者として絶対的に崇拝しますというようなことではないんだというんですねそうではなくてその誰々さんが語っているその言葉がまあ真理ならばですよそれが真理ならばその言葉の内容だけに従っていくのがこれが仏教のその立場なんだというわけですね。こここで一番大事なことは その悟りを開いたお釈迦様自身があのその尊敬の対象にはならないということですよここはよろしいですかこの法だけを尊敬して生きようというこの教えを我々が受け取るとしたらお釈迦様ここ入らないわけですからお釈迦様を尊敬してお釈迦様に全面的にそれをそあの従って生きるのではなくてお釈迦様がおとぎになったその 法ですね、教えの内容が実は我々にとって最も重要な尊敬の対象になるんだということになるんです。だから仏教は仏,を仏だけを信奉する宗教なのではなくて仏とその仏が説いた教えとその教えに従って実際に修行をしている修行僧お弟子さんたちの組織この3つを 尊敬の対象にせよと言ってそこには必ず法が入ってるんですこれが仏法僧三法ですね何度も申し上げてますが三つの宝この中に法があるからこそ、えー、仏教はこの教えの上に成り立つわけなんですね実際仏はもう亡くなっていないわけですから尊敬しようと思ったってまあ仏像を拝むぐらいしかないわけで 実際の仏に我々は会えないわけだからそういう意味では私たちが本当に我が身に受け取るべき本当の尊敬の対象はまさに法なんだということになりますね。そういういわけでここ今日は仏教教が我々に教える真のの尊敬の対象と,は何なのかというあの非常に仏教独自のユニークなものの見方をご紹介いたしました。 はい、それじゃあ今日はこれで終了いたします。またお会いしましょう。ごきげんよう。